抗議制体論は、幕末から明治初期にかけて議会制度を導入して合意を形成することによって日本国家の意思形成及び統一を図ろうとする政治思想。砂漠派にとっては江戸幕府再生の構想として、倒幕派にとっては明治維新後の政治の理想像の一つとして唱えられた。黒船来工事に、開国の是非をめぐって、老中、安倍正宏が、 諸公から民衆にまで広く方策を求めたことに、抗議世論、抗議生態の源流を求める考えもあるが、当時の抗議とは江戸幕府を世論とは藩及び諸公を指し、当初は諸藩主の意見を幕政に反映させるという程度の意味でしかなかった。抗議世論及び抗議生態の具体的な像が描き出されるのは西洋の思想が徐々に 日本に流入するようになった1860年代、以後である。安倍の死後、井伊直介による旧来の審判、不代大名による幕権強化論が桜田門外の変で崩壊し、以後後部合体論、諸公会議論などの江戸幕府の権威回復策が出されるが、外圧と尊能上位運動の公用、社会不安によって、瀕死の病人と化した江戸幕府の衰退と、 爆藩体制の危機は深まる一方であった。このような中で現状の幕府のあり方を変えるために西洋の議会制度を日本に取り入れて幕府あるいは日本国家の改革を行う必要があるとする提言が出されるようになった。山内陽道、松平義長、徳川義勝といった諸侯や西州、加藤博之、津田真道、小牛常墓といった幕府関係者だけではなく、 江戸幕府と薩長などの夕飯との軍事対立を避ける、立場から横井昌南、赤松小三郎、坂本龍馬などの幕府外の人物からも主張された。ただし、その考え方には温度差があり、諸公の抗議性大論は、諸公会議論を継承して、幕府の存続あるいは廃止するとしても、徳川将軍家を事実上の元首としてそのもとに、諸公会議を作るものである。 これに対して、幕府管理その他の抗議政体論は、公家、諸侯による上院と庶民を含めた会員を組織して、徳川将軍家も上院の主要な一員として政治に参画するものであった。慶応の改革を通じた幕権強化論を施行していた将軍、徳川慶信が大政奉還を決意した背景には、抗議政体論によって江戸幕府に変わる。 諸公会議を招集し、徳川将軍家も諸公として会議に参加して国家改革の主導権を取ることを狙ったとされ、これを平和的な政治権力の再編成を願う山内陽道、松平義長ら諸公が支持していた。だが、大政奉還後、徳川将軍家の新政府参加を求める諸公側と武力による倒幕を図る。 薩長勢力の駆け引きが王政復古の大号令、正午諸会議によって繰り広げられた。だが、最終的に薩長勢力と旧幕府軍による戊辰戦争が引き起こされ、砂漠派、抗議派諸行らの抗議政大論は崩壊することになる。戊辰戦争で勝利して明治政府を樹立した薩長勢力も旧幕府勢力を倒したものの、 実際には新政府が要した朝廷に、標準した諸般の協力を得ての勝利であり、彼らの支持を維持しなければ、政権の存続は不可能であった。このため、事故の政策の正当性を抗議世論に求めることになった。五課条の五声文の最初に、航空会議を、教師満期公論に決、スヘ氏として、公論を全面に押し出している。以後、この路線は、 生体書の編纂や、これに基づく、犠牲官の設置、抗議書、衆議院などの開催、管理の公選などや、諸般の反省改革につながっていく。だが、それは一方で政府が、政策実現のために抗議を手段として、世論を指導、従属させようとする考えと反対に世論を集約して、抗議を形成して政府に、政策実現を求めていくとする考えが、 平立するようになり、やがて明治政府内の不協和音の一員となる。だが、廃藩置県によって藩が廃止されて、中央集権が進むと、次第に抗議世論は形骸化し始め、特に明治6年政変後において、大久保利道を中心とする有志先生が行われるようになると、抗議世論は名ばかりとなった。これに対して、木戸孝義は、中央集権と、 抗議世論は矛盾しないとする見地から立憲政体の証書を作成して立憲政治の確立を通じた両立を目指し板垣大輔は政官論争によって受けアした仲間たちを集めて抗議世論を反映し議会制度導入をするために民選議員設立憲白書をサインに提出し自由民権運動を首しるべしたこうした動きが あとの第日本帝国憲法制定と続く帝国議会解説につながった。ありがとうございます。